こんにちは、マイチン登山キャンプです。今日はモンチュラで買ってきたお洋服を紹介したいと思います。それではどうぞ。ではまず一つ目、シャツ、ジップシャツです。色合いがモンチュラらしくて可愛いですよね。後ろはこんな感じ。次はモンチュラのパンツ、黒です。ここにモンチュラのマークがあります。これはスナップボタンとチャック式、こんな感じで、後ろにモンチュラのロゴがあります。とても軽いですね。次は帽子、つばのところは水色でモンチュラマークがあります。薄くて伸びます。汗っかきな私にはぴったりな感じ。はい、最後は中綿入りのジャケットです。フードあり、後ろにもモンチュラのマーク。中はこんな感じ。ちょっと肌寒い時に着たいな。それでは実際に試着したいと思います。どうぞ。はい、着てみました。サイズは XS、 結構ぴったりめです。この動きがしやすいのでモンチュラは大好きです。それではズボンに行きます。はい、パンツを履いてみました。こんな感じ、 XS です。ちょっともう少し鍛えないとな。よく伸びますね。仕上げもよし。次は帽子をかぶります。出勤、ほい、ちょっと緩いな。ポキ、水色が可愛いかな。それではジャケットを羽織りたいと思います。中、上と中のシャツが全く同じ色になってしまったけど、可愛いからよしとする。もうちょっとできないな。よいしょ、ほい、ほい、あったかい、むしろ今熱い。一回転、全身着替え終えました。新しいウェアってなんだか気持ちがワクワクしますね。早くこのウェアを着て山に登りたいと思います。今週末登れたらいいななんて思っていますが、週が入る前に早く登りたいですね。と余談ですが、私の身長152センチです。モンチュラのズボンは結構裾が長くてダボつくんですが、あえてカットしてこうお直しすることなくダボつかせて着ても、あのシューズ、トレッキングシューズとかトレランシューズとかダボダボっとしていても格好悪くないんですよ。とても素敵ですよ。ちょっとお値段しますけれどおすすめです。それでは今回は家からお届けしました。次こそは山で会いましょう。バイバイ。